はい、どうも、セイリーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン、実況やっていきましょう。今回ね、夕方に動画一本出してるんですが、オロクリの武器ガチャを、昨日まで連続消費イベントが来てたんで、まあ、それに合わせて、5連をね、10回だけ勝負したんですよ。で、まあ、結果は、まあ、予想通り、出なかったんですよね、武器が。で、南大さんとチャットしてて、南大さんにね、僕嘘ついて、武器がね、出た言うて、嘘ついてたら、すごいね、南大さんいい人やからね、おめでとうございますってこうね、祝福してくれてたんですよ。で、まあ動画はそこで終わったんですけど、で、嘘までついたんで、ちょっとね、心も痛くなってきたし、もうね、武器ね、取ったろかな、思って。昨日の時点で7100ダイヤぐらい使ったんですが、あと1万6000ダイヤぐらいで天井っすよね。で、やっぱイベントの武器のこの、武器の回数ボーナスね、どれかな、回数ボーナス、これか、これの、ここまで回せば小判が3300戻ってくるのもあるし、もうね、この際取ったろかなと思って、もうほんまにこれは運営の思惑通りだと思うんですけど、まあ結局やっぱ中途半端に回すのって一番良くないんで、で、単純に、あと1万6000ダイヤ使、最低でね、あと1万6000ダイヤ使えば武器が1個確保できて、さらにこの3300返ってくるから、まあそれだけで考えると、やっぱりね、取らないともったいないというか、そんな気もしてるので、まあせっかくなんでもうね、この際オロクリをね、もうぶち上げていこうかなとね、考えてます。まあピックアップガチャコインのね、件もあるし、アッシュをね、売らせてあげれるんやったら、オロクリをこう、さらに強化できるんで、もうそうするためにね、武器をもう一個、取ります。もう、オロクリガチャ、やっていきましょう、もう。南大さんに対するみそぎでもあるんでね、もうこの際、武器を取って、実際に、取りましたってね、言いましょう、もう。ということで、やっていきます。残り、今、昨日の時点で11回回したから、あと25回で、間違いなく出ますね、武器が。ただこの持ってるダイヤ内で、出るかどうかが微妙なところなので、そこがほんまに肝心ですけど、まあ、最悪へそくり使うけど、まあできれば神引きしたいね、やっぱり。ではいきますか。できればというか、もう神引きしたいな、ほんまに。神引きしたらもう何もいいことないんでね。では、本日2日連続になるけど、昨日回してるので、これ続きになるんですけど、武器ガチャやっていきましょう。12連目ですね。さあ、では行きます。じゃあ行きますよ、武器ガチャ。行け、押してもうたも、もう戻れない。さあ、もう戻ることはできない。いやー、もうほんまに嫌やな。早く出てよ、もう早く出て。武器3個目取るんとか初めてやしな。ほんで武器破片がわけわからんぐらい溜まってるんでね、まあ、これもね、ほんまにどうしようかなって感じですけどね。さあ、もう残り回数とか数えんとこ。とにかく早く出てくれたらいいんでね。いやー、しかしこれ出る気せえへんな。もう武器ガチャってほんまね、僕毎回天井なんでね。いや、もう出る気がしないんですよね、正直。さあ、出てくれ、でも。出る気はしないけど出てくれ。さあ、来い。いやー、もう万能いらんって、もう万能がわけわからんぐらい溜まってきた。万能はマジでいらない。もう万能出んかった。うわっ!では出てるし、万能。万能出なかった時点でこれ武器確定ですからね。いやー、もう8000ダイヤしかないよ。頼むで。もう、早く出て。600ダイヤ高い。あれ?万能や。万能あるわ。検討本って誰や?検討本誰かすらわからない。さあ、そろそろ来てくれ。天井やったらこのダイヤで足りなくなるっすね。確実に。だからこのダイヤがもう足りませんってなった時点でほぼ天井っすね。大体同じぐらいやと思うんで。さあ、でもそろそろ出てくれてもいいんじゃないの?さあ、武器3つ目やで、オロクリ。まさかの3つ目チャレンジやで。さあ、出ろ!そろそろ!ドイ!うわぁ、ないんかい!タコさんウインナー30。まあ、ウインナーはいいんですけど、そろそろ武器が、来い!っていうか、鼻水が出る。ちょっと待ってください。鼻水拭きます。よーし、鼻水も拭いたし、続きいきましょうか。もうこれ、やばいやん。95個溜まってるよ、なんか。武器破片がこれ、4つ目取れるんじゃないの。これ確実に4つ目取った方がいいまで出てきたけど、ほら96やで、あの武器破片ね。さあ、武器が、いや、ほんまに出えへん、やばい。
ほんまに出えへん。すべて天井や。すべて天井の男。さあ、ここに現る。すべて天井の男。あーはーはーはー、もう最悪や。もうええわこれ、ほんま。なんやねんってこのガチャ、ほんま。なんやねん、マジで。もう最悪や。ああ、これ使いますわ、もう。もうでも天井なんで、これでもう出ますね。これで出ますね。あと多分2回ぐらいと思うんで。ていうか武器破片もわけわからんぐらい溜まってるから、これあれじゃないの。武器破片で取っ、あ、あー出たー、ダブル。卵ダブル出た。卵ダブル来ましたね。お、塊ちゃう。魂ね。いつも間違うね、これ。ちょっと待って、武器破片99やで、これ。は?ふざけんなよ。ちょ、なんやねん、これ。99やったら回した方がいいっすよね。これ単発で回した方がいいんかな?どうしよう。99か。単発でいこう。単発で破片が出たら、あー、やばい、こんな時に出えへんのじゃない。1でいいよ。いやいやいや、単発で回さん方が良かった、これ。やば。武器破片くれ。やば。武器破片出えへん。よし、出た。よしよし、5回出てた。ちょっと待って、これ、えらいことになってるよ。どういうこと、どういうこと。意味わからんくなってきた。まずね、ちょっと待ってね。まず、1個目が、これでしょ?覚醒します。もう1個あるんですよね、武器がさらに。嘘やろ。ちょ、もう、なんなんそれ。まさかの4つ目取れた。うわー、えぐいわ、これ。えげつないね。武器破片は、どれ?おろくりの武器、あ、これか。やばいやん、ほら。やばいやん、これ、なんなんこれ。うわー。いや、もう天井行ったらこういうことになるんすよ、ほんまに。まさかやな、これ。ほんで、これ小判でしょ?あー、もうやってもうたね。ここまでもうダイヤ使うと、もうほんまに運営の思惑通りやけど。いや、まあ天井に行くとはね、思ってなかったんすよ、正直。正直ね、1万6000ダイヤぐらいで出るかなとか思ったんですよ。まあ甘かったなぁ。毎回そうやな。南大さんに嘘ついた罰かな、これは。いやーもうほんまに。で、さっきの小判どれ、取ったやつ取ったやつ。小判がなかったら間違いなく回してないですからね。まあ、小判があるから、あ、これか。これを小判にしとこも。3300。ほんなら今小判がね、もう3万溜まってるんで、3万プラスここのダイヤ、へそくりが2万7000あるから、招き猫マックスはね、回せますので、まあ次のキャラに向けて、やっぱダイヤ貯めたかったけど、もうね、やってもうだな。まあでもこれで、星2にしたんで武器を、いよいよね、あれですね、スキル継承の、ここの、おろくりの、継承の、これね、武器を星2にしたら、ダメージ増加率が 7% 上がります。これアッシュですけどね。アッシュの武器を星2にしたら 7%。で、アーデルハイドは、3% ね、上がりますね。で、ナイトメアは武器は難しいんで、まあ、アーデルハイドにしとこうかな。なので、アッシュをとにかく次、武器破片をね、取りに行かなあかんっていうとこなんですけど、アッシュは幸いここに、これあるので、これね、今集めていってるんですよ。で、武器1個は持ってるんで、僕、アッシュ。修行でね、運よく拾ったんですよね。だからこれ破片をもう100枚いつか貯まりますから、その時にオロクリのダメージ増加率を 7% ね、上げることができます。で、アーデルハイドは1個武器持ってるんですけど、もう1個ないんですが、まあこれで買うのはちょっともったいないんで、まあ修行をねちょっと多めにやっていって、これね、これを多めにやっていって、アーデルハイドと、アッシュの武器を拾えたらね、完璧なんですけどね。まあそんな感じで、まあ武器まさかの4つ目取得ってね、前代未聞の出来事が起きましたが、もうダイヤもないよ、ほんま。まあオロクリオもここまで上げるんやったら、とことんまで上げたろうと思って、もう星7にして、ウラスでもね、ゆくゆくはぶち上げていくつもりなんで、もう開き直って、オロクリゲーにね、乗っかろうと思ってます。まあ今回また天井行ったんですけど、もうオロクリオね、これはもう完全に一強を仕上げていくっていう、けじめにもなるかなと思ってね。まあ、やってしまいましたけど、まあ、あんまり後悔は、してません。いやでもたまには神引きしてもいいんじゃない。もう運営さん、僕のアカウントを呪ってるんですかね。ほんまに絶対呪われてるよね。
もうほんまにねそう思うんですけど、もうでも天井がもう定着してるから、なんか、中途半端な引きでもかなり嬉しいとかね思ったりするんで、次回今月末のキャラかな、ガチャ多分回しますから、まあキャラによるけどね、回す方向で考えてるんで、もう次こそマジで神引き、もうこれ100回ぐらい言うてるけどね狙ってね頑張っていきたいと思います。では、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。